一回僕と、ゴーと、ラッドインプスの桑原と、あと数人で大阪に遊びに行ったことあるんですよ。で、うちのバーに女の子とかバーッと呼んで遊んでたんですけども、その時にね、ゴーはもう持ち帰りする女の子決まってたんで、まあその子を持って帰るってなってたんで、僕らは風俗行こうって時に、ゴーが風俗一緒に行きたいって言い出したんですね。まあ僕ら散々止めました。もちろん綾野ゴーが行ったらもうびっくりするし、絶対来ん方がいい。で、このね、写真が残ってるんですよ、風俗で撮った写真が。これ、後で、いわゆる、メンバーシップの、証拠付けのところに載っておくんで見てください。めっちゃおもろいんで。これ何かというと、風俗って僕、ゴーにも説明したんですけども、待合室にカメラついてるんですよ。で、これカメラの先で、いわゆる風俗の女の子が見てて、要は NG 客をこれダメって弾くために見せてるんですよ、お客さんの顔全部。で、それ僕、ゴーに言ったんですよ。見られてるでと。ということはもう、風俗の女の子たちはお前が来ての認識してるからなって言った時に、ゴーはもう酔っ払ってたんで、メガネをこうやって斜めにかけて、変顔してごまかそうとしたんですよ。まあ、それを見てる待機室に行った他のお客さんがみんなゴーって気づいて笑い出したから、いや、もうゴーバレてんでと。もうあかんでって言ったら、さすがにゴーも、いや、これ事務所に怒られるよねってなって、帰るって帰ったんですよ。で、結局またした女の子のとこに帰って、まあそのままホテルで遊んだんですけども、まあそれぐらいゴーって自分は女の子決まってんのに僕らが違うことしようとするともうそっちも気になるんですよ。わかりますよ。わかります。僕も寝へん人なんで寝てる時におもろい方は嫌やなと思うから寝ない人なんですよ。だからゴーの気持ちもわからんでもないんですけど、ただもうちょっとそれが異常なんですよね。